イライジャ・ジョーダン・ウッドはアメリカ合衆国の俳優、プロデューサー。アイオワ州、シーダー・ラピッツ出身。両親はデリカテッセンの仕事をしていたが、1996年に両親は離婚し、母親と共にロサンゼルスに移る。イングランド、ドイツ、オーストリア、デンマークの血を引く。7歳年上の兄と2歳年下の妹も俳優をしている。イライジャが7歳の時、母親が エージェント登録したことからキャリアをスタートさせた。デビッド・フィンチャーが監督したポーラー・アブドゥルのフォーエバー・ユア・ガールの PV に出演している。1989年にロサンゼルスで開催された国際モデル大会に出場してスカウトされ俳優業進出。同年にバック・トゥ・ザ・フューチャー・パート2でカフェ 80S でビデオゲームで遊ぶ少年を演じてデビュー。 1990年の我が心のボルチモアで初主演を果たし、以降の作品でも主演級の役柄が多く、注目の子役となる。1992年公開の危険な遊びでサターン賞若手団優勝を受賞。2001年からのロード・オブ・ザ・リングのフロド・バギンズ役で国際的に知られるようになる。2002年にハーバード大学の新聞部より、 史上最も偉大な俳優の一人として称賛される。2004年にはサターン賞主演男優賞を受賞。2010年映画及びゲーム制作会社スペクタービジョンを共同で設立。2012年にも映画制作会社ザウッドシェットを立ち上げた。大の音楽好きで3000枚以上の CD を所持し、自身のレコードレーベルシミアンレコーズを起こしている。 日本では評価も高く人気作でもあったロード・オブ・ザ・リング三部作で2回の来日テレビ番組スマップ・スマップに出演するなどしてそのユニークな人柄が愛されている実はそれ以前にも来日していた新日課である日本のアーティストでお気に入りはビーズラガンではほとんど何も認識できないほどの禁止で普段はコンタクトメガネを着用している2006年の 第60回カンヌ国際映画祭にてパリジュテームがある視点部門のオープニングを飾った時にレッドカーペットにて恋人のパメララシーヌを披露するなどして世界から注目を集めた。パメララシーヌとは僕の大事なコレクションのウクライナでの撮影中に出会ったが2010年破局。ハリウッドの闇の部分を公言している俳優の一人であり、権力者による 自動虐待が実在していることも認めている。小さい頃からホラー映画が好きだったと語っており、それがザウッドシェットを立ち上げた一員であるとも語っている。マンディ地獄のロードウォリアー、プロデューサーイライザウッド特別動画、 この映画を誇りに思うライブドアニュース http コロンスラッシュスラッシュ freepages.genialogy.rootsweb.ancestory.com スラッシ、e、ュバトルセレブウッド htmhatab 平沢香る永遠の銅画ンイライジャウッド芸歴30年超えの俳優人生シネマトゥゲー2020年5月14日閲覧 ハーバード大学 HP より、イライジャウッド、映画制作会社を立ち上げ。シネマトゥ a ー。http://www.cinematoday.jp ページスラッシュ,ュ n00465142013 年3月8日閲覧。 エリアトークスアバウトシミアンデコーズハット http コロンスラッシュスラッシュ www.imdb.com スラッシュネームスラッシュ nm2011612 スラッシュパイオハット。イライジャウッド。5年来の恋人パメララシーンと破局。シネマトゲー。 http://www.cinematoday.jp コロンススララッッシシュュスラッシュページスラッシュ n00271772013 年3月8日閲覧。児童への性的虐待がハリウッドでイライジャウッド語るイライジャウッド映画制作会社を立ち上げ http コタク .com 590万5511 エリアウッドスターズインネクストシーズンオブ、レッド vs ブルーイエ s リアリー。ありがとうございます。